はいえー、では皆さん始めましょう今日は、えー、この文ちょっと短いですけどもおなかなかの文ですこれは「甲、えー、という人ですね死曰わく我甲ということ終実たがわざることを愚なるがごとし退きてその私を顧みればまたもって発するにたる甲やぐならず」っていうこういう文なんですけど、えー、これはねえー 海という人のことを孔子が言っているんです。海というのはこれは岩海のことです。眼、え、海、ー、の海っていうの名前です。で、この人は眼縁とも言います。眼縁と言いますね。えー、であのこれ名前は孔子は言います。岩、え、尻、ー、とも言いますね。岩海岩縁同じですよ。えー 孔子のすごくうなんて言いますかね信頼していた可愛がっていた弟子ですこれは頭良かったんですこの人はでただ孔子より30歳年下ですね孔子というのは弟子がたくさんいますけどみんな若いんですまあ孔子が50歳ごろになってくると少年ですみんな6070になってやっと一人前になるんで,でこの頃なんていうのはカイ君っていうのはもうとにかく少年だと思いますよ 10代代のの終わりか20代の初め頃ねで、えー、私がまな、うん、弟子の眼界とお話ししていました一日中お話ししていました,たがわざることとなるがことしこれ何言ってるかというと私の言ってることに何ら反論しない批判全くしないって言うんですはい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 ってニコ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 ,ニコしてある意味でイエスマンなんですで。で孔子が思うにはこいつバカなんじゃないかなと思うんですよね。 グナルガゴとしているのは愚か者じゃないかってただにこーとして先生の言っていることをこうやってるんですって。ただ穏やかで言ってることも頭に入っていくようなんでどうもこれ頭いいのか悪いのかわかんないなって言うんでえ知りときてっていうのはね講師先生はね教室じゃなくてこうむしろを敷いてそこに座らせてえお話しするんですね黒板なんかないですよノートもないですお話しするんです でその時に知り時てっていうのはその貝がはけてってことですよね引けてそれでおうちに帰ったんですよ眼海君がその私を顧みれば私っていうのはこれは私生活ですね私生活を顧みるとまたもって発するに至るまたっていうのは前にも出てきましたけどなんとえっもって発するに至るっていうのはこれはハッとする。 眼科医、えーっっね、や愚かならず眼科医は愚か者ではなかったっていうのはどういうことかっていうとあのよく、まあ、会社でも学校でもそうですけども聞いているとニコニコニコして「まあいい生徒ですよね」「試験やらせは全然できない」とかそういうのもあるんですけども「こいつ本当にできるのかな分かってんのかなはい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 」言うだけで返事ばっかりよくてってやついます。でその時が それはだと思ったんですよ孔子はねところがうちに帰ってみると話すこととか立ち居振る舞いこれ礼儀のことを話してるわけですからね多くはえ礼儀の作法であるとかっていうのは自分の私の言ってることをすぐさま変えて発揮してるっていうんですよね日常生活にうわすごいっていう他の生徒はそうじゃないんですよお弟子さんは。 あのへ部屋から出ちゃえばヘーンってなんか適当なことをやってるんですよまあ普通そうですよねところがそうじゃない彼はちゃんとこうやってやってるっていうことですね眼界というのは愚か者ではなかったでこれをきっかけにして、えー、孔子は眼界にものすごく目をかけるんですでここは何を言ってるかというとね賢者とは何かって言ってるんですよ賢者とは何か賢者というのは <laughs> まあ学校なんかで言うとねう人柄が良くて頭が良くて頭がいいってのは理解力があってそれから記憶力もよくて試験がよくできてるでしょ、えー、会社で言うとテキパキ動いて、えー、言ったことは必ずやる、えー、やるというよりも、まあ、理解が早いそれから部下たちもよく動く、えー、とかねそれから 与えられた案件はテキパキ出すとか、えー、まとめたものもちゃんとまとまるそういう人が頭がいいですよね、えー、確かにそうなんでしょう賢者っていうのはねあの講師の言ってる賢者っていうのはそういうんじゃ必ずしもないですねこれはねあのどういうことかいくつかまとめましたんで書いてみますねまずね <laughs> まず聞き上手ですね。聞いていてて 気持ちのいい聞き,聞き方ってありますでしょ。うんただはいはいはいって言ってるんじゃなくて、上手な受け答えとか上手な反応をする人、こう聞き上手って言うんですこれはあの一つの財産ですよ。えー、それからね、えー、っとね。 聞いたここととをすすぐ実行ででできるる生活の中で試せるってことですね例えば電車の中に入ったら席立ちなさい知識としては分かりますそれは道徳としてでも行ってすぐパッとどうぞっていうふうに言えるかどうかこれ難しいですよちゃんと右側歩きなさいすぐ左側歩きやついいでしょ道はみんなで横になっちゃダメですよっていうのに横になってるとか会社のものは消しゴムでも持ってっちゃダメですっていうのにすぐ持ってっちゃったりするってやつ そうじゃなくて聞いたことをすぐ実行できる人っていうのね。あれ先生が言ったあれだよなっていうその一言ができる人ね。これも賢者です。同じことを愚直に続けられる。 目先のことを変えるというね。そういう人はよくいるでしょう。あ、これも飽きた。あっちの方がいい、あっちの良さそうだ。こっちの方が良さそうだっていう人いますよね。うん、そう、いいんです。それで、合理的です。それは。とても合理的です。これは不合理です。でも、不合理であるがゆえに。何か残るんです。例えば、多少。高くなっても、あのお店ばっかり行く。とか。ちとお店との関係ができますよね。お店の売り方もわかります。 お店にしてみれば、ねえー、例えば職人さんなんかそうですねこれは職人のこと言ってますよ全く同じことを愚直にやるやっていて自分の成果とか技術が変わらないことじゃないんですよやるからどんどん変わっていくんです同じことを愚直にあの磨いている刀を研ぐという研ぎ師がいますよねあの人は何千回これやるでしょうやっていて初めて砥石の上で歯の凸凹がわかるんです 機械じゃ分かんないですよ。機械人間じゃないですからね。1000回解けば歯がどれだけ薄くなったかわかります。だからふっと見てあこれは何ミリだっていうのはわかるっていうことかな。これは賢者です。不合理ですよ。これも不合理だけども賢者です。それから。 異常事態に入って冷静でいられるこれはあの自信であるとかそういうとことができた時にその慌てふためくっていうことねそれがなくなるっていうねえ今すぐやんなきゃいけないっていうのにすぐ立って何かやるとなんかその忘れてくるとかねでまあ普通の人間ですよね普通の人間なんですけれどもやっぱり冷静にものを考えてあこれはこうした方がいいなあの人の動きはこうかなっていうようなことをあの考える人がいますよね。 冷たいい人じゃないんですよこういう人っていうのはねあのやっぱりあのなあのなんていうんですかねえー、っとね同じように地震でも火事でも大変なことっていうのは同じような被害なんですからその中で動きがあちこちあちこち言ってやったらば動く人によって被害は大きくなっちゃいますよ。全部結果は同じですこれは。 え誰とでも対応できるっていうのは誰とでも対応できる言葉と知識を持っているっていう意味ですね。これ決定的に知識持ってないと対応できませんよ。音楽の人、美術の人、会社の人、学校の先生、左官屋さん。 なんだそうですね。そこにあてる程度おばあさんおじいさん子供そういう人に対しても対応できる。あこういう人嫌いとかねよくいますよね。あれは賢者じゃないです。やっぱりあのいろんなことに対応できる雰囲気言葉そういうのを持っている人。えー は解決できないことっていっぱいあります。すぐには解決できないことをそのままにしていられる人、何かしないと気が済まない人いるでしょう、ね。そうじゃなくてちょっと時間を置きましょうよっていう、ね、あのうこれでなんて言いますかね。あの落ち込んじゃったり、えー、気が塞いじゃって精神的におかしくなっちゃうっていうのはダメなんですよ。そういうのはね、ダメって言っても困るんですけれども。 そういうことがないことが前提ですけどもすぐに解決ができないことをそのままにしていられるっていうのは壁にぶち当たった時どうするかってみっちもさっちもいけない壁にぶち当たった時一番最初はいろんな人に聞きますよね聞く時に何を言ってほしいかというと乗り越えることとか壁をぶち破ることを教えてくれる人に聞きたいんですよいいかもしれませんだけど壁に当たるっていう人はそれができないから当たっちゃうんですよ 一番重要なことはね壁の周りでうろうろすることを言ってくれる人が一番いいんです壁の前で少し座ってろよて、ね、ちょっと右に行けよちょっと引けよっていうふうにそのままにしておいておくつまりもっと簡単に言うと時間をかけるってことねあのこれはあのなかなかいないですよまあいいじゃないの時間をかけるそうすると普通の人はでも困っちゃうんですよ何もできないじゃないですかっていうふうにパニックっちゃう。 それはダメもう一つ説明に火を使う 論理だけでやらない人。例えばね、こうよ、例えばこうよっていう的確な比喩を使える人。あの、このね、一番から七番までのことが一個でもできれば。賢者のうちに入ると思いますね。全部以上にできるとは言えないです。あの、眼界だって、この年の時はね、三番目ぐらいにしかできないんです。後々になって、ずっとできていきます。こういうのを一つね、頭に入れて、生活するといいと思いますね。この分だけで、これがわかるという。 今日はここでしますロンゴ